ドラゴンズファンの人でも多分記憶にないかもしれませんが、はい、ちょっと誰ちょっと待って多分ケンシンさん言われても覚えてないと思います。あのなんであのそれが出てきたかっていうのが、うん、あの、うん、名古屋球場 の、はいはい、あのベンチ前ってバント練習できるようにいつもこうマシンが設定してあってボン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 出てくるんですけど、うんうんうん、まああのね慣れ親しんだ人だともう無意識下でそこにマシンがセットしてあるのはもう少しケアして用心深く、まさかマシンのボールが当たったとか言って、マシンのボールを二の腕のこのここで1メーターぐらいのところで危ないって言った時にはもうバーンって当たってたんですよ。ちょっとこうはっちゃけてるような感じ、はあはあ、取れなかったグローブをなんか、まあ、日本人じゃ考えられないんですけどこうライトからこうサッカーボールに蹴りながらこう、はい、レフト線までこうこのグローブのせいだこのグローブのせいだブレットって言ってましたブレットしてるよ知ってました、はい